もどうも、今回からはピンボライアンをやっていくぞ。いやー、始まりましたね、ビッグ RPG 夏の陣2023。今回もいろんなゲームがあるなーと思ってたら、 XQTwitter でリポスト Q リツイートと回ってきまして、どうも私が大好きなゲームのパロディだらけの超クオリティ高いミニゲーム集らしい。そんなんプレイするしかないでしょう。ピザタワーとか大好きだよ私。まあ前置きはこの辺にして始めますかね。このタイトル画面をずっと見てると正気を失いそうだしな。これも元ネタがあるんだろうがわからん。毘沙門の顔がツボすぎる。3D ピンボールの謎のおっさん、わざわざドットで書き直されてるのくさ。ピンボールゲームか。ポケモンピンボールとカービィのピンボールは死ぬほどやってたな。PC 系のよくわからん雑誌、懐かし。嫌でやめちゃったが、見慣れない表現を何でも性癖だと捉えるのは悪い癖、資源すぎる。太ったクッパ様とか、これ開発の性癖出てるなって思っちゃったもんだよ。まあ案の定外国人兄貴たちはエロすぎだろうって言ってたけど。連れてこられたのはめちゃくちゃ作り込まれているピンボール台。下手すぎませんかね私。さすがに死ぬのが早すぎたので無料コンティニューさせてくれました。でこうやってボールを止めてから狙った方がいいんだろ。ちょっとだけ予習してきたんよ。危ね、どうにかボールを止めて落ち着いて狙いたい。ああ、無情、吸い込まれるように外側に。俺は弱い。さすがに38秒で死ぬのは情けなさすぎるので、もうちょっと頑張りたい。くっ、左側にボールを飛ばしても未来がなさすぎるな。中央か右がいいんだが、真ん中にホールインワンするの情けなさすぎひん。焦って左右どちらも跳ね上げるのやめよう。
まま死んだ。僧侶さんありがとう。左キックバックを起動って何？米津玄師とはどういったご関係で？まあ邪魔な雑魚敵が出てくるってことか。ぶつけたらスコアを稼げるんだろうけど。ちょっと待て、いつの間にやら雑魚が湧きすぎて邪魔だよ。落ちるかと思ったらゴスコちゃんが助けてくれた。ありがとう。ああ、今のも右フリッパーだけなら助かってた。ピンボール経験値が足りない。おわ、がっつりゲーセンに来てたのね。フリスクっぽいやつがダンスしとる。自由に遊んだりできるのな。プレイヤーに初手で1プレイ遊ばせてから話を始めるゲーム好きで、今後アレックスはピンボールの超詳しい解説をするマシーンと化します。めっちゃニッチなとこも話してくれる。まあこの辺は収録時に読んでもチンプンカンプンでした。プレイしてたらだんだん分かってきた。その後、せっかくなのでピンボールをもう1回プレイ。すでに残機は使い果たしております。うお、ボーナスタイムが始まった。何かの条件を満たしていたらしい。こうなったらザコ敵は一撃で倒せるし、死んでもタダで復活するし、なんかいろいろとすごいらしいぜ。暴れろ。デカブライアン、全てがうるせえな。あ、森崎くん吹っ飛ばした。ジャンプスイッチ起動って何？左右で発射って何？知らんシステムすぎる。ブライアン大暴れにつき早送り中。あ、左に。ミミコちゃんありがとう。なんだかんだでまた左に落ちて死んだんだが、ザコと兵士のコンビネーションアタック許せねえよ。あら、かわいい。スコアリザルトでめっちゃ褒めてくれるじゃん。まあピンボールは一旦こんなもんでいいかな。他にもいろいろ遊んでみましょう。店長、他のゲームのフリーパス券をくれ。今追加できるのはブライアンの通常営業だけか。反射神経プラス作業芸で報酬でお金をもらえるのね。当分はやりまくることになるな。で、どこに筐体があるんだ？あ、ゲームセンターの外。普通に働くってこと？せちがらい。そりゃお金も稼げるか。ああ、なるほど、そういうゲーム。待て待て、未選択だとゴメスルートに直行する。ママックスさん、オレオの間にしとれてくれ。初手の登場人物把握と3番目の入れてくれ、しとれてくれの見分けがきつい。お、仲間にしてくれた。これがレアパターンで報酬アップらしいっす。ウェイ。選択肢がレナックスとリナックスの2択の時が一番きつい。偶然正解でした。で仕事は終了か。あ、1単語だけミスった時も合格扱いなのね。優しい。161円か。これ最高難易度だとどんなゲームになるんだ。うおー、早い。気を抜いたら一瞬で未選択になってゴメスが来る。
無理だ。82円しかもらえなかったし、自分に合う難易度が一番ですね。といったところで今回はこの辺で、お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。